はい、皆さんこんにちは。今回言及させていただきたいのは何に関してかというと、番組をご覧いただいている方から、質問いただきましたので、それに対してのご回答させていただきたいと思います。質問の内容なんですけど、タイでエアチケット航空券を買うのが最も安く買えると聞きました。例えばヨーロッパに行く場合なら、タイに行き目的地のチケットを買う。アメリカ西海岸に行く場合でもタイ経由のが安いのでしょうか。また扱い付けなどのタイ経由のチケットを購入した場合も同じメリットが得られるのです、よろしくお願いしますということなんですけど、まずこれに関してですね、言及させていただきたいと思います。もともと私は今まで言ってきた通り某旅行会社で働いてまして、日本国内でもいわゆる航空券を手配しました。もしくはパッケージ旅行を手配、そして海外、支店、タイのバンコクの支店の時は、いわゆるそのバンコクにおいてバンコク発でいろいろ行く、例えばバンコクに駐在している人がいて、その中でバンコクから出張で、例えばマレーシアとかシンガポールとかインドネシアとかインドとかヨーロッパ、まあ、そういった国に行く方向けに手配しましたし、いわゆるその現地駐在している人、家族旅行でどこどこ行く、モルジブ行ったりとか近くのプーケットとか、ね、ここにもありますけど、いろんなところで手配しました。まあ、その身で言わさせていただくんですけど、これは場所によりきりなんですけど、タイで航空券買うのが最も安くなるというのもまたこれは不思議な話です。ちょっとこれは違うと思います。で、これに関してなんですけどね。まずその最初、例えばヨーロッパに行く場合ならタイに行きということで、目的地のチケットを買うということなんですけど、まあ日本からヨーロッパ各地で直行便が飛んでます。これは例えば全日空なんか見ても、JAL なんか見てもかなりフランスとかドイツとかね、イギリスとか、そういったところに飛ばしてますよ。イタリアとか飛ばしてますよね。で、その中でそのヨーロッパの航空会社もまあ飛んでますので、その直通で行くことができますし、もしくはフィンランド航空ヘルシンキ経由で安く行けたりもするんですけどその中でじゃあそれ日本から直で行くのがいいのか、それともタイのバンコクで行くのがいいのかって考えるんですけど、これはほとんど変わらないと思います。もしくは逆に高くなることもあれば、安くなることもあるんですけど、この日本から行ってタイの現地で買うという場合は、いわゆる日本からこのタイまでの航空券が必要ですよね。まあこの間、だいたいそのスクート2万ぐらい取れました。往復で4万円ぐらい、エアアジアで3万円で取れたりするとか3万円切ったりするっていう話も来ましたけど、そういったところを含めてもまあそこから、タイのバンコクから、買った場合でもやっぱりそれなりしますので、あまり変わらないのが実情です。昔はいわゆるバンコクコネクション、バンコネ、業界用語で言わさせていただいたバンコネ、バンコクコネクションということで、タイのバンコクまで来て一つの投資の1枚で航空券で買うよりも、いわゆるその近隣諸国ね、東南アジア近隣諸国に行く場合っていうのは、バンコクイエーズ PG とか他の航空会社で切った方が安いということもあったりして、別切りという形でやってることもあったんです。だから東南アジア周辺の諸国に関して行く場合っていうのだったら、別々で買うっていうのも一つの手なのかなって感じはするんですけど、そうですね、そうすると安くなることも結構あります。だから日本からタイまでの航空券で、タイのバンコクから、どこどこの航空券で買うんだけど、でも今考えたらですね、まあホームページから直接予約できます。もちろん旅行会社のみは旅行会社もやってくれますけど、ホームページから直接予約できるので、例えばタイのまあよくあるのが、私なんかやるのですね。例えばじゃあ、ミャンマーに行く場合ありますね。ヤンゴに行く場合とかありますよね。そういう場合っていうのは、タイのバンコクまで、例えば関空成田から、スクートで行く、スクートで2万、エアアジアでもいいです。で、そこから、エアアジアで、ミャンマー、タイのバンコクでミャンマーまで、安いところで1万から1万5千円ぐらい取れますので、往復でね。そんな感じで取ると安く取れたりするんで、航空券はいわゆる別切り2枚、することによって安くなることはあります。ただこれが方面ヨーロッパになるとそんなことはないと思いますし、アメリカって言ったら、じゃあアメリカだったら逆にこういう風に行ってまた向こうに行かなければならないことを考えると、特にじゃあタイで航空券安いかっちゃ安いことはないですので、これは日本から直接行った方がいいのかなって感じはします。だから場所によりきり、もし目的地が東南アジアの国々であれば、先ほど言ったように、別切りということでタイのバンコクからのチケットを別々で買うっていうのもいいのかなって感じはするんですけど、思います、うん、アフリカ行きなんかも、南アフリカ行く時もバンコク経由でとか、マダガスカルなんかもね、まあその時はバンコク経由がいいのかなと思うんだけど、
ヨーロッパ行くときはあんまりお得じゃない。でもまあもし皆さんが、バンコクもちょっと入れて東南アジアもちょっと周遊しながらヨーロッパ行きたいってなればそれも一つの手かなって感じがします。でまあタイ航空で1枚で航空券で切ることもできるんですけど、タイのバンコクに経由でタイ航空できますので、まあ、バンコクでストップオーバーしてそこからヨーロッパってこともできるので、ただ1枚の航空券切った場合にある程度値段はするのかなって感じはするんですけどね。あともう一点、せっかくなんでお伝えさせていただきたいのが、この方のにもね、一応コメントでさせていただいたんですけど、まず直接旅行会社で申し込む場合、まあ、いわゆるリーマンショック後に航空機の小型化が進みました。今まで大型のジャンボジェットが長距離路線に使われたのは中型になったりとかしてね、ボーイング787とか。でそれによって空席が少なくなったわけです。空席が少なくなるってことは、いわゆるまあその利益率、やっぱり機体が小さい方が燃料も固みませんし、その分経費が抑えられるわけです。だから航空会社がリーマンショック後に倒産しないためにいろいろと考えたのが、いわゆるその航空機旅客機の小型化中型化です。だからちょっとワンランク落とす感じです。それによって利益率が増す。それをすることによって空席がなくなってくるわけです。今だったら空席があればね、安くそれで下ろしたりしてたわけですけど、空席がなくなってきているので、なかなか安くチケットが見つかなくなってきて、今このいわゆる IT、 昔よく流行ったこの格安航空券 IT チケットには基本的にはないです。 PEX チケットと言われている、航空会社が直接販売するチケット、正規の割引運賃のチケットが、ありまして、そちらに関してはまあ、航空会社が直売しているものになります。だからホームページから予約してもできまして、旅行会社行っても同じものを扱っているので行くんですけど、昔だったら、航空会社が旅行会社に対して、5% から 10% ぐらいその販売手数料を渡してたわけです。それが今 0% ノンコミッション、いわゆる 手数料を渡さなくなってしまったわけです。そうすると旅行会社もサービスやるわけにはいかないませんので、1回の予約でだいたい5000円から7000円ぐらいの手配手数料を取ってます。なので、直接正直なことを言わさせていただくと、もインターネット慣れてる方だったら直接ホームページから予約するのが一番いいのかなって感じはします。それで、予約することで手配手数料はかからないです。まあどうしてもめんどくさい、ちょっと旅行会社の世話になりたいのであれば旅行会社に行って予約するといいと思うんですけどね。まあそれが1点、それが秘訣かなって感じはします。だから今いろんなところでねあります。だからこれから私がいろんな国に行きますけど、基本的に例えばこれからもしかしたらまあ中東も行きます、中南米も行きます。中東行く場合っていうのはドバイ、トルコどちらにしようかまだ考えてませんけど、まあトルコに、例えばトルコにしましょう。トルコで、トルコ周辺の国々に、陸路でいるところは陸路で行きたいんですけど、陸路じゃ行けないところもあります。そういった場合は空路という形になるんですけど、トルコ航空がいろんなところで就航してます。それなのでそれを現地で、航空会社、まあ、ホームページから予約すると思ってます。予約してそこからそこの例えばトルコのイスタンブールをハブにしていろいろこう戻ってきてこう行こうかなと思ってます。東南アジアみたく例えば周遊できる、ね、陸路で周遊できるプランであればもちろん陸路で周遊しますけど、まあこの間で飛行機じゃねちょっと行きづらいところもあります。だから東南アジアの中でもフィリピンとかブルネイとかね、あとは東モールとかありますよね。そういったちょっと島の方になってしまうとなかなか行きづらいので飛行機を利用することになるんですけど、まあどこかしらいずれかしらをハブにするといい、バンコクをハブにするっていうのはかなりいいことなんですね。だから東南アジア周遊する際は、まあ昔、まあ、バンコク勤務しましたけど、その時に、マンションを、ね、辞めた後マンションを借りたままにして、周遊したんですけど、やっぱバンコクをハブにするとなかなか便利だなって感じはしました。まあこんな感じです。で皆さんも何かねわからないことがあればこのように回答させていただきますので、ご質問いただければ回答させていただきたいと思います。よろしくお願いします。